はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゲリーです。モロウィンドウ次からプレイしていきたいと思います。前回はですね、レイブンロックがだいぶ、発展してきて、レイブンロックに酒場が建設された感じですね。でその後に、レイブンロックの鉱山で、何やらこう謎のものを採掘してしまったと。でそれが何なのかをここにいるノルドの人たちに聞いてきてほしいとファルコさんに頼まれて前回やってきたんですけども、何も起きなくてですね、なのでセーブデータをちょっとやり直したら、ここに立っていた女性ですね、この女性が襲いかかってるんで、多分本来こういう風になるべきだったのかなと。なので助けてあげたらいいのかな。よし、これで、ジャーナルが更新。ちょっと服もらっていこう。うん、グラーリングと、その仲間が攻撃されているところを発見した。なんとか襲撃から守ることができたようだ。これで、話してくれるかな？うん、危害を加えに来たんじゃないのか、ならば他の連中とは違うようだな。ステルヒリムの知識を求めているんだろう。来たのはお前だけではない、前にもこの女のような部外者が現れたのだ。決まった最速がましく、役にも立たない金を差し出してくる、だが何も得られん、不可侵かなを、呼びかける以上、スカールは何も与えない、悪用されると知っている以上、我々は何も与えないのだ。あー、なんだろう、スカールは、ステルヒリムを神聖視している、ダークイービルとの対戦の中で、多くの英雄が戦死した、そしてスカイリムに帰還できぬ者たちは、この地に葬られた、墓嵐から遺品を守るため、より悪しき存在から遺体を守るため、墓石には大いなる魔術が施されている。大地から引き出された力によって英雄たちを、包む氷の、氷の墓石。はい、ありますね。その氷こそが、ステルヒルム、ヒリム。なるほど。悪用。我々はステルヒリムが鉄や鋼のように鍛えられることを突き止めた。ゆえに追放者となった。スカールは、その墓石を神聖視していると。で、このグラーリングさんたちは調べてしまったんだ。で、スカールから追放されたってことですね。このピックアクスを受け取れ。それでステルヒリムの欠片を削り取れる。欠片をここに持ってこい。うん。グラーリングはステルヒリムと呼ばれる非常に貴重な氷。ステルヒリムの塊から欠片を取れる特別なツルハシ。これで、あれだ。いろんなとこにありましたよね。うん。でも取っちゃっていいのかな？
Speak to Graring. Speak to Graring. よし。ではちょっとレイヴンロックに戻って。はい。レイヴンロックに帰ってきたんですけど。うん。あのノルドのためにステルヒリムを手に入れてくれ。じゃあちょっと鉱山に行ってみましょうか。鉱山で発見した例の、おかしなもんだよ。見た目は氷なのに、打った跡すらつけられない。あ、硬いってことか。これかな？これだ。お、ジャーナルが更新。これか。レア、ローかな？ステルヒリム。5キロもする。300円。で、またあの人たちのとこだ。いやー、この奥なんか怪しいな。はい、戻ってきました。では渡してみましょう。ステルヒリム。受け取りはしない。あ、自ら持ってきたという事実が証明。これでお前を信用できる。いつでも来るといい。武器と鎧を、武器と鎧を作ってあげる。ああ。ステルヒリムから武器と防具を作成してくれる。島には原材料は限られた数しかないので、選ぶときは慎重になるべきだ。なるほど。うわぁ。これなんかすごいのできるんじゃないですか、もしかして。クイックセーブして、ウェポン、
エアックスだがロングソードメイス。防具は？いやーちょっと待てよ。現時点で、いやーでもどこも外す場所がないんだけど、あえて言うならこのデイドリック、あ、シールドあるかな。シールドはないんだ。で、全部は作れないってことですよね。どうしよう。他の部位はですね、効果持続型の能力がついてるんで、あえて言うならここからデイドリックグリでもこれ見た目好きなんですよね。どうしよう。ちょっと慎重に考えましょうか。今はちょっとやめて。よし。これでまたファルコさんとこかな。はい。では報告ですね。君は大切な絆を築いたようだ。カルニウスがこの件に興味を向けていた理由がはっきりした。言われた通り、ステルヒリムをできるだけ彼らに渡すといい。カルニウスよりも先にこちらが押さえた方がいいだろう。緊急の仕事。今すぐ対応しなければならない。この報告書を、5時間以内に、カルニウスへ手渡さなくてはならない。君が届けるのだ。5時間以内。説明している時間はない。受け取ったら出発してくれ。寄り道をして時間を無駄にして、しないでくれ。5時間以内。よし。軽くした方が良かったか。まあいいか。熊がいる。なんか待て、戦闘してる場合じゃない。よいしょ。
て、邪魔するなお前ら。誰？誰だ？カルニウス殿に会いに。残念ながら今はご不在？時間通りに報告書を届けられないのですから、あなた方もさぞや落胆されるでしょうね。本日のファクターマギウスは非常に多忙。以前発生した恐ろしいナンパ事故の現場。罠を作動、なんだ？西海岸にあるナンパ船。あの前助けたとこかな？女性を。この罠っていうのは？何？そこの罠が故障している。あまり遅くならないことを願いましょうか。これレポート届けられなかったらなんかなるのかな。なんか食らったな。待てよ。じゃあここで直そう。直せる？治らない？治らないよ。これなんだ？何かを食らってる。もうどれぐらい経ったろう。いやでも本当にナンパ船のところにいるかどうかも怪しいですよね。ちょっとファルコさんに。ああ、ダメか。お前らグルなんじゃない？そんなことないか。西海岸。ああ、こんな時に、スノーベアがいる。これはちょっと戦いたい。ああ、スプリガンは厄介だ。3回やらないといけないから。こっちに変えよう。どこだっけな。ああ。
make an easier opponent. Hey! どこだっけ。あれもなんか取りすぎたとか、そんなことないか。あ、ここだ。あ、いる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 。クイックセーブ。あなたはガードか。レポート。全く実に驚きだよ。もや時間通りに報告書を目にするとは。多分これ届けさせないように何かやったんだな。ルベロスいたんだこの人ですよね。この人の騒動。これなんか直せない。なんか罠食らったんだけど、これな、あ、スピード遅くさせられてる。どうやって治るんだろう。嫌がらせがちょっとひどくなってきましたね。カルニュースさん、あ、一つは治ったな。ドレインアトリビュート、よし。時間通りに届けました。彼は悪意からこんな締め切りを設けたのだろう。時間内に報告書を受け取る気などなかった。まあ、罠まで使ってきましたからね。
でも私は届けたと。うん。はい、そうですね。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。